アジフライ会議2021あと松浦始めさせていただきます。アジフライの聖地として知られている町なんです。もっと素敵にもっと美味しく味わうために楽しむためにどうすればいいか、まあ、これが油とか旨味だとすると、はい、なんと遠くイタリアからです。松浦アジフライ宣言2021として、1、いつでもどこでもアジフライを楽しむこと、うん、2、一口目は何もつけずに食べること、うん、あ、箸はつけていいですよ3、ソース派も醤油派もタルタル派も仲良く食べること、うん、4、美味しいアジフライを常に追い求めること、5、美味しいアジフライに出会ったらそれを広めること、うん、みんなに紹介しましょう、はい、6、アジフライに関わる全ての人への感謝を忘れないこと、うん、視聴者の方ついてきていますか